今日は磁場についてお話をします。最初に今まで習ってきた重力場、電場、磁場、これ3つ比較した表を作ってみましょう。重力場っていうのは重力を受ける場所です。場のことを界、世界の界という字を表す教科書もあります。重力場または重力界、電場または電界は静電気力を受ける場所です。磁場または磁界は磁力を受ける場所です。重力場で大事な量は質量 mkg、 電場で必要な量は電気量 9 クーロン、磁場で必要な量は mウェーバーです。重力場の傾き、目に見えないんですが傾きは重力加速度 g メートル毎秒です。地球の表面は 9.8 です。月の表面は 1.7 ぐらいですかね。電場の傾きは e ニュートンマイクーロンと言います。さてこの磁場の傾きなんですが3つあるんですね。通常は h ニュートンマイウェーバーを使います。その他に b テスラ、ファイウェーバー毎平方メートル、この2種類が追加でここには入ってきます。 H を B に変える時速密度っていうんですが、変えるには投磁率 μ というのをかけます。投磁率 μ です。 B を φ に換算するには断面積ですね、断面積 S をかけると φ、 これ時速って言います。時速になります。これ3つとも、一応傾きと思ってください。公式によって H を使う公式と B を使う公式と φ を使う公式に分かれます。最後力ね、力は量と傾きをかけるんです。すべて量と傾きをかけるんです、量と傾きをかけました。ここの G とか E とか H っていうのはもう全然定数ではないので、何か定数を使いたいなという時に万有引力定数、クーロン定数、クーロン定数をかけた力の大きさを表す式も添えておきますね。電場のクーロン定数と磁場のクーロン定数は値が違います。別のものです。これが3つの場所の共通点といいますか、整理したものです。はい、次は電流の周りに磁場が生じるというお話ですね。これを使いますね。右手の法則、ライトハンドルールです。直線電流が上向きに流れています。親指を合わしますね。そしたら4本指はその黄色い電流の周りをこのように回転する向きになります。これができる磁場ですね。こんな磁場ですね。上から見ると反時計回り、電線の周り、反時計回りの磁場ができます。反時計回りっていうのはこの矢印の方向に方位磁石の N が向くという意味です。で、この磁場の大きさは電線からの距離を R とするとこのように表されます。もちろん電線から遠い R が大きくなるほど磁場の強さは弱くなります。円形電流の周り、円形電流の中心です。ど真ん中ね、この辺ダメです。この辺表せません。このど真ん中はこう回転してるとしましょうか。そうするとこの回転の向きに電流を合わせますよ。回転してる方は4本指ね、直線の方が1本指ね、こうね。そうすると1本指がこっちへ向きますね。こんな感じでしょうか。右奥から左手前に磁場ができます。この磁場の大きさは π がなくなりました、 2R 分の I です。この磁場の強さ、ど真ん中ですよ、は 2R 分の I になります。最後、何回も何回も円形電流を巻いてある、これソレノイドコイルと言います。この内部です。電流はこの場合はこっちへ流れていますね。
そうすると回転方向にこれ電流になりますね。そうすると親指直線方向右向きますから、こんな地盤になります、ね、これ内部全部同じです。ここもここもここも同じです。この地盤の大きさは H イコール NI、 N はちょっとこれしっかり覚えてください。幅が1メートルあたりの巻き数になります。例えばこれ今 1、2、3、4、5回巻いてますね。この幅が10センチとします。 5N は5じゃありません。 N は5じゃありません。10センチに5回巻いてるから1メートルあたりはその10倍、50になります。で、スモール N というのは幅1メートルあたり、幅1メートルあたりに巻いてる数ということに注意してください、こちらとこちらは一つ前の動画で導出しています。ビオサバールの法則を使って導出しています。興味ある人はそちらも見てください。はい、次は電流が磁場から受ける力、一応アンペール力と呼んでおきますね、の大きさ向きを求める方法です。これは左手の法則っていうのを中学校で習いましたよね。フレーミング先生が考えた、覚え方ですね。電流の向き、電流が流れる向きで、磁場の向き、磁場の向きっていうのは N から出て S へ入る、 N から出て S へ入る向き、これアンペール力、力の方向、電磁力、電磁力、左手でやりました。全て直角の関係です、ね、これで求めるわけね。はい、例えば N 極と S 極に挟まれた電線があります、ね、ここの電線に電流を流すとどうなりますか。こっちにしましょうか。こっちに電流流しましたでしょうか。磁場は、磁場は N から S、 N から S、ね、N から S に向かって磁場がありますかな。で、力どっち向きに受けるかっていうと、フレーミングの左手の法則を適用するわけで、電流が黄色の方向、磁場が緑の方向。そうするとこうですね、力は下向きに受けるわけね。これ不思議ですよね、この向きが ね電線、金属が入ってる電線は S とか N に引かれるんじゃなくて、 NS に平行、この磁力の方向に、垂直の方向に力を受けるのね。これ不思議ですよね。これまたどうしてこんな向きに向くのかっていうのはちょっと難しいんだけども、解説動画また作りますね。変な方向にとにかく力を受けるわけですよ。電流、磁場、それぞれ直角になるような力 F を受けるわけね。電流、磁場、力ね。かな。で、この大きさ、この大きさはこの電線の長さを L とするとこんな公式になります。この向きだけ、向きだけは物理基礎なんですが、大きさを求めるのは物理のテストになりますね。 B は時速密度、ピップエレキ板で有名ですね。何ミリテスラとか書いてありますね、1000ミリテスラとかね、500ミリテスラとかね、まあ、磁場の強さを表す一つの方法です。これ電流の大きさ、アンペアですね。 L はレングス、電線の長さ、 L メートルの長さの電線がどんな力を受けるかっていう公式ね、ビールと覚えましょう。 BIL、 ビールと覚えましょう、ね、これ、問題集や教科書は IBL、 IBL と書いてます。これどうして BIL と書かないかっていうと、もう高校生は今度いいんですよ。 IBL っていうのはね、ベクトル I、 電流の向き I かけるベクトル B、 磁場の向き I かけるね、かける、これは L は長さだけね、これはスカラーです。ベクトル I とベクトル B を外積しなさいっていう意味なんですよ。で、外積ってベクトル B とベクトル I を外積するのと、ベクトル I とベクトル B を外積するのは向きが違っちゃうのね。だから IBL と書くんですけども、ここは大きさを求めるだけなので、ビールで結構です、ね、次は電荷、例えば電子、
例えば陽子、例えば水素イオンという電荷が粒ですね、粒、電気を持った粒が磁場から受ける、あ、運動しているね、運動する電荷が磁場から受ける力、これローレンツ力、こちら大事な名前ですね、について説明します。まずこのマークですが、このマークはこちら側から向こう向きという意味です。正式に言うと、この黒板という面に対して直角に、表面から裏向き、裏面への向きを表します。逆の向き、裏面から表向きに来る場合はこんな印を表します。まあ、矢印の矢の先端、後ろについている矢、4枚の矢の羽みたいな感じですね。これ羽が見えてる、先端が見えてる、これ表から裏向き、これ裏から表向きというマークです。こういう磁束密度を持っている磁場中を電子が右向きに飛んできた。さあこの電子はどっち向きに力を受けるでしょうっていうのがローレンツ力です。その向きは物理基礎。大きさを求める公式は物理です。はい、まず電子が右向きに来たということは、電流は左向きと考えましょう。で、フレーミングの左手の法則を適用します。電流はこうですね。磁場が向こうですね。これしんどいですね。電流がこっち向き、磁場が、人差し指が黒板向き。力は下向きに受けました。いいですか？電流は左向き。ね、磁場は黒板向き。力は親指は下向きに受けました。だから、こちら向きにローレンツ力を受けるわけです。だからこの電子は力を受けなければまっすぐ行くんです。あ、重力はもう無視しますね。まっすぐ行くんですよ。ところがこっち向きに力を受けたから、はい、カーブしました。こっち向きになりました。で、力が V の方向を向いていないので、V 向きの成分がないので、V には影響しません。この力は、V を速くしたり遅くする力にはなりません。 V は一定です。はい、こう向きました。じゃあここで、表面から裏面向きの磁場の中で、荷電粒子がこちらへ行きました。どちら向きにローレンツ力を受けるでしょうか？電流はこちら向きですよね。電流ね、電流で、磁場が向こう向き。ちょっと親指変わったでしょ。親指はこちら向きになりました。やっぱり V と直角方向ね。はい、じゃあこれでまたまっすぐ行くのをやめてカーブするわけ。ちょっと極端ですけども、こうなったりしましょうか。ずっと V は同じ大きさね。はい、ローレンツ力はどっちに向きますか？電流が上向き、電流が上向き、磁場が親指は、力は左向きになりましたね。こうなるわけね。これ何ですか？で、力はいつも何か定まったところを向いてますよね。で、こんな運動をしていくわけね。多分こう行きますよね。帰ってきますよね。これ時計回りの速度等しいから等速円運動になる。ね、ローレンツ力は常に中心を向いていて、ね、速度の向きが変わるとそれに対して直角なので、ローレンツ力の向きも常に速度と直角方向にこう向いていくわけね。それが中心向きの力で一定で、で速度も一定で円運動をするわけですよ、ね、この力の大きさ、ローレンツ力の大きさは、はい、このように表します。BVQ、B 磁束密度、 V 電荷の速度、 Q 電荷の電気量です。バーベキュー、ね、これも問題集には VBQ と書いてます。 V ベクトル×B ベクトル、磁場ベクトルね。これ外積なんです。 B×V と向きが逆になっちゃうんで、こういう書き方に決めてるんですね。これも高校ではこれ大きさしか求めませんからね。向きはフレーミングの左手の法則でこれで使いますから、もうこれで結構です。バーベキューと覚えてください。電流が磁場から受ける力は B、 動く電荷が磁場から受ける力はバーベキュー、
セットですね。ビールとバーベキューと覚えてください。では1、2問やってみましょう。右向きの磁場です。右向きの磁場、こちら側に N 極があり、こちら側に S 極がある、ね、そこに挟まれた空間と思ってください。そういう磁束密度の場所があります。ここの、XY 平面内で X 軸に対して θ の角度で電子を侵入させました。この矢印はこの黒板に載っています。黒板から出てきたり黒板の向こうに行ったりはしません。この黒板上で θ の方向に電子が侵入しました。さあどんな運動をするでしょうね。荷電粒子が磁場内を動きますから、ね、ローレンツ力を受けます。右上向きに電子が動くと電流は左下向きですよね。だから電流を左下向きに向けて中指で、ね、磁場、さてこの電流と磁場が直角でないですね。電流、磁場、力全部直角なんですよ。この I の矢印と B の矢印は明らかに60度傾いてますよね。見た感じね、θ傾いてますよね。ここね、これとね違い、だからこれ当てはめられないの。どうしましょう。簡単ね、簡単ね。成分分けをするわけ。 V の成分分けをするわけ。電流の成分分けをするわけですよ。そしたらこの茶色は磁束密度と磁場と平行ですよね。これ電流磁場直角でないと親指力は生じないわけ。電流と磁場が同じ方向であれば力を受けない。この成分ね、 V コサインシーターはこいつは力を受けない、ね、この向きの速度成分は磁場から力を受けないんです。ところがこの速度 V サインシーターは磁場と直角ですよね。電流磁場ね、電流は下向きか、電流は下向きね、磁場はこっち向き、力はこっち向き。つまり Z 軸、この Z 軸はこう飛び出してますからね、Z 軸の向きに力を受けるわけ。これローレンツ力、この成分は力を受けるわけ。緑の成分が力を受けたやつが青ね。で茶色の成分は全く力を、磁場から力を受けないわけね。茶色の速度成分は磁場から力を受けないわけ。という2つ重なった合成された運動をします。緑の速度成分によって青いローレンツ力、これ分かりますかね。V サインシータ、BV サインシータ、これ Q クーロンとすればね。BVQ の V サインシータです。こんな力になります。B、V サインシータ ×Q、バーベキューの力を受けて、こちらが中心の円運動をするわけ。この絵わかるかな？この絵わかるかな？こう回ってるんですよ。立体的に見えますか？ YZ 面内で反時計回りに回ってる。こちらから見るとね、反時計回りに回っている。いいかな？S 極から N 極に向いてみると反時計回りに回ってる、ね、かつこの成分 V コサインシーターで右向きには力を受けないから、でもこれずっと V コサインシーター存在するんですよ。つまり等速 X 軸方向には等速で進むの、 YZ 面内では反時計回りで動くの。これを合成するとどんな動きになる？いきますよ。ここからね。この運動。ここからこういってこういってこういってくるわけ。ね。反時計回りするだけじゃなくて、茶色の速度成分 V コサインシータで
反時計回りしているものが右へ右へ V コサインシーターで動いていくわけ。これ螺旋運動と言います。螺旋運動。で、解き方はこのこっちから見てる分については反時計回りの円運動を解きましょう。で、右へ進む分については等速運動を解きましょうという解き方。別々に考えるだけです。よく出るのは原点からスタートして1回転するとここ P 点で X 軸とまたすれ違いますよね。ここから反時計回りでこっちへ進むとコンとぶつかりますよね。また回ったらここでまたポンとぶつかりますよね。 OPQ とぶつかりますよね。この OP 間の1回目 X 軸とぶつかるまでの時間はいくらですか。はい、この半時計回りの円周1回分、1回転分の時間です。周期ね。次、O から P までの距離はいくらですか。その周期 T の間に V コサインシータで動いてるんですよ。右向きにはね。だから周期かける V コサインシータで OP の距離はわかるという問題です。いけるかな。そこら中にこの問題ありますからね。はい、次サイクロトロン。これ近くでは阪大にあるんですね。日本に1台か2台しかないんですけども、サイクロトロンっていうですね、加速器っていうのは小さい粒はもう金槌で叩いても割れませんから、この小さい粒が何からできているのかなっていうのを探るために、2粒の小さい粒を正面衝突させてパーン割るわけね。何になるかなっていうのを割って考えるわけ、調べるわけね。その2粒をぶつけるときにそーっとぶつけても割れないんですよ。だからかなりの速いスピードに加速してからぶつけたら、例えば陽子が割れます。アップコーク、アップコーク、ダウンコークに分かれますよね。その正体を見つける、割るために速いスピードにまで加速する装置を加速器と言います。まあ、それの初期型、もう一番初めの頃にできたやつですね。サイクロトロン D というアルファベットの D という形の容器、ね、容器、厚みあるんですよ。上から見たらこんな形ね。ここには磁場がかけられています。はい、陽子を右向きに V0 で突入させました。ここにはこの場所は紙面表から裏向き、黒板に向かってあっち向きね、あっち向きの磁場がかかっています。こちら側が N、 黒板の裏側に S 極がある、そういう磁場です。右向きにプラスの粒が動いてきました。これローレンツ力を受けて A 運動します。電流、プラスの粒が右へ動いているので電流は右向き、磁場は黒板に垂直向こう向き、力、ローレンツ力は上向きです。急空論とすると BV0 級ニュートンの力が上向き、つまりここに円運動の中心がある、こんな円運動をするわけね。でここから V0 で出ていきます。いいかな。力と速度は直角だから、この力は速度の大きさには影響しないわけ、向きだけ変えるね、速度を速くするには右向きの力がいるの、速度を遅くするには左向きの力がいるの、直角だから速度には影響しない、つまりここは等速円運動をするの。ここまで来ました。次にこちら側に強烈な電圧 V のマイナス側をつなぐわけね。左がマイナスにするの、右がプラスにするの。だからマイナスによってこのプラスは引かれますよね。静電気力を受けますよね。これは電場じゃなくて磁場から受けるローレンツ力。ね、今度は左向きに受ける力は静電気力ですよ。この間の電場によってこいつは左向きに力を受けるわけ。加速します。この間で加速します。ぐん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 。V1 になりました。 V0 よりも速くなりました。この間だけ加速する。そうすると、はい、またこれね、電流は
左向きね、磁場は向こう向きね、力は下向きね、下向きのローレンツ力を受けて、 V が大きくなったのでもっと大きなローレンツ力を受けて、ここに中心がある円運動をします。円運動をします、ね、先ほどの円運動の半径よりも大きな半径になりますよね。速度が大きいからね、大回りしますよね。はい、ここまで来ました。ここ V1 のままです。速度には影響しません。はい、次この間を通るときに電池を入れ替えます。こっちをマイナスにします。そうするとこのプラス粒子はマイナスに引かれて、ここでぐん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 スピードアップするわけ。はい、速くなりました。電流、磁場、力、上向きのローレンツ力を受けて、 上側に中心がある、中心がある円運動をして、ここから飛び出すわけ。 V2 で飛び出すわけ。この時にここにまた電池を逆向きにして、こっちをマイナスにして加速させる。もっと速くなった V3、 もっと大きな円運動になった。でやがてここで V3 になった速さを取り出して、で向こうから来るやつも取り出してぶつけて、こいつを割ってやろう、陽子を割ってやろうという装置です。でこの装置の便利なところはね、この半周の時間とこの半周、小さな半周の時間ね、 V が遅いやつね、半径ちっちゃいですね、だからこれね、大きいやつね、速くて半径も大きいやつね、これ時間が一緒なんですよ。かかる時間がね、簡単に計算できますからね。 A 運動を解いてください。中心向き運動方程式ね、これの時間とこの時間が一緒なんですよ。距離長くなるけども速いんだから、距離と速さが比例しますから、時間一緒になるんです。だからね、ここにつなぐ、ここにつなぐ電池は、はい、プラスマイナスマイナスプラスプラスマイナスマイナスプラス、同じ時間間隔で入れ替えたらいいの。こっちをプラスにする、こっちをプラスにする、こっちをプラスにする、同じ時間間隔で入れ替えたらいいの。だから交流電圧でいいわけね、もちろん 50Hz や 60Hz ではありません。これすごい速いから、すごい速いから高周波電圧って言いますね。ヘルツが大きいやつね。もちろん電圧も加速させないかんから、高い電圧をかけますから、高周波高電圧ですねをかけてやれば勝手に加速する。それはこの時間とこの時間がイコールだから、タイミング、同じタイミングでずっと電プラスマイナスを変えていったら勝手に、加速してくれる装置。弱点は、速くするためにはこの D という装置をね、大きくしなければいけない。これ弱点なんですね。はい、じゃあ頑張ってくださいね。はい、これモーターの原理を説明する実験道具です。こう巻いていますね。こちら側から見ると時計回りですね。こうなると反時計回りに見えますかね。で、電流をね、ここをね、一方向にしたいのね。一方向だけに電流を流すようにしたいのね。でこの端の受けるところ、ここホルマル線ね、ホルマル線、電気通らないように被覆してあるんですが、半面だけね、半面だけペーパーヤスリで削ってあるの。電流流れるように被覆を外してるの、剥がしてあるのね。はい、これに、プラスマイナスをつないでみましょう。電源入れますよ。流れましたね。電流が流れる時だけ力を受けるわけね。それで、回転が始まります。